おはようございます。しんのすけの弟子ペルペルです。本日は東京都にありますウエスタン神田南南火災店様にてペルペルダブルパニックからのイニシャル P 収録させていただきます。一回大工の源さん確保したんですけども、ちょっと周りを見たらイニシャル D 発するイニシャル D の存在をすっかり忘れておりまして、今日イニシャル P 最終回カッコ仮ということで、やっていきたいと思います。パチスロイニシャル D、イニシャル P はしんのすけチャンネルの第一冠番組でもありましたけれども、ちょっとパチスロイニシャル D もう設置されて2年10ヶ月ぐらい、経ってしまって、もうなくなってきてるボールも多々ありますので、いつ打てなくなるかわからないので、今日、最終回カッコ仮ということで、やっていきたいと思います。ウエスタン系列さんなのでダブルの調査もやっていきたいと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、それではペルペルダブルパニック、パチスロイニシャル D イニシャル P 最終回カッコ仮始めていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、おお、それでは走り屋デビューでスターティングです。まだ有力感開始してません。開始。さあ、本日が、ちょっとイニシャル P の最終回、カッコ仮ということで、今日はやっていきたいと思います。もしかしたら本当に最終回になる可能性があります。その理由が、時代はスマスロになってしまって、パチスロイニシャル D の設置がどんどん減ってきてます。もう導入から2年と10ヶ月ぐらい。おいや、リリベの 3.1% で超高。内部的に降格だった場合は降格のゲーム数も超高に行きます。ただ21ゲーム、開始21ゲームなんで、多分降格終わってるんじゃないかなというところ。まあ通常状態だったらリリベの 3.1% で超高、5ゲームプラスアルファ、ありますんで、調校中にボーナス引けば AT、まあ、とりあえず5ゲーム間は必ずありますんで、ここ強めの演出が来たら焦点弱い、あの車は親父の弱い、強めの演出、もう遅れとかこれ来ないね。リプレイ引けば減算されないんで OK です。でもし道中でもまたリリベを引いた場合、そこは 3.1% じゃないんですけど、リリベ引いた時点で5ゲームプラスされるんで、ここ何か、まだだね。とりあえずあと1ゲーム一応終了です。ただ内部的に、まあ、降格で超高いってゲーム数が上乗せてる可能性ありますね。まだ内部的に降格の可能性ありますが、ちょっとなさそうですね。なぜ最終回カッコ仮なのかと言いますと、という話に戻るんですけれども、もう設置がどんどん減ってきてて、いつ打てなくなるかわからないので、ちょっと今日ここで区切りを、パチスロイニシャル D との区切りを一旦つけようかと思いまして、今日はパチスロイニシャル D 1日打ちます。大移動しません。挙動がどうであれ大移動はしません。まあ、一応ペルペルダブルパニックっていう番組名なんですけども、このしんのすけチャンネル本チャンネルでやってきたパチスロイニシャル D の動画はイニシャル P なので、今日はペルペルダブルパニック×イニシャル P の、コラボ一機種で2番組でやるという形にします。パチスロイニシャル D おさらいしますと、とりあえず AT のレジェンドラッシュを目指すんですけれども、そのルートがボーナスからの AT、 あとはチャンスゾーンからの AT、 あとは AT 直撃と、3パターン、まあ、基本的には2パターンですね。ボーナスから AT とチャンスゾーンからの AT、 どれが一番行きやすいかと言いますと、やっぱりチャンスゾーンからの AT ですね。ボーナスから AT っていうと状態がまた関係してくるんですけど、通常状態でボーナスいた場合は実戦上 5% でしか AT につながりません。降格中に引いた場合は約 33% で AT、 調校中に引いたら AT 激の5という感じで、さっきチャンスでした。ドライブメーターついて調校行ってたんで、
ただなかなか5ゲーム間に引くっていうのが難しいんで、まあ、あれはおまけ程度です。リリベの 3.1 パラの兆候はおまけ程度に思っていただければいいかなと思います。とりあえずパスするイニシャル D の、最終目標は一撃300ゲーム上乗せ表示。ただマイスロミッションが今 97% であと 3% あります。一つがその300ゲーム上乗せと、もう一つがプレミアム演出、あともう一つが、高橋涼介買って、エクストラステージっていうところに行くんですよ。そのエクストラステージ後の対決に勝つっていう、この3つが残ってます。チェリー2回目エクストラステージ自体めったに行けないんですけど、まあ今日ちょっとマイスロ 100% 目指してやりましょう。違う機種になってしまうんですけど、バイオセブンも、てかバイオセブンの方が、あのホールから姿を消してってます。イニシャル D のが1ヶ月早く導入されたんですけども、バイオセブンもちょっとなくなってきちゃってるんで、バイオセブンも、朝から取れたら最終回、やろうと考えてます。ちなみに今日は、KSK パネルですね。イニシャル D のパネルが、2種類あるんですけども、初期パネルが、まあ、いつもの白いやつで、次に出たのがケースケパネルで黄色をベースにした筐体です。まあ、どっちかっていうと私は白い 初代の初代というか初期のパネルの方が好きなんですが、でこれスイカですね。 D が、スイカの代用になってるんで、これは3枚しっかり取れると。スイカは真ん中だけ取りこぼす可能性あるんで、バー狙いか赤7狙いで、ケースケパネルで最終回ってどうなのって思うんで、ね、もう一回やりたいですよね。まあ、今日の内容次第ですね。今日が最終回にふさわしい内容だったら、スイカさあ、スイカで広角上がって、広角中のドリフト面の可能性あります。168ゲーム、本日最初のドリフト面、この第3停止離したところで抽選です。広角だとしたら 50%、 通常だったら設定に応じて抽選です。どうでしょう。でこれでチャンスゾーン入った場合は広角中の可能性あるんで、熱いね。ネクスト熱い。ここもネクストだったら熱いけど、8点。まあ、これでチャンスを入ったら広角中のドリフト面に1票入れます。パキンでレアク否定なんで、これは行きました。ファーストチャンスゾーン、チャンスゾーン、あ、まだイニシャル P ではインフィニティドリームをやっておりません。インフィニティドリームはチャンスゾーンの中でも一番激レアです。1回だけしか やったことないんであれですけども、設定数は若干 0.1% ぐらいあります。1で 0.2%、 6で 0.3% なので、多分チャンスゾーンここのレバーで決まると思います。なので 0.2% を狙って、インフィニティドリーム、背景の色ブルー CR にしてる。で、この開始出目674デフォルトです。674以外だったら AT レベル23ぐらいに期待できるかなと思います。いいね、チャンス目だったら確定。スイカ 25% 保留は青か。さあ、スイカ分の煽りない。けど数ゲーム後何も引かずに数字揃うっていうパターンもあるって、前兆が何ゲームかちょっとわからないですよね。チャンスオン中のというか CR イニシャル D 中のです。
いいね、やっぱチャンスの中で一番好きです、 CR イニシャル D が。やっぱり液晶に数字が回るっていうだけでいいです。さあ保証分のリーチがここでかかる、リーチというか疑似連、あまだか。じゃあこのうちに連絡を引きたいんですけども、まだか。あれソロテンパイしたとき、大抵リーチってなるんですけど、さっきならなかったですね。しかも3なんで、まあ、朝一、1回目の、幽霊感切れるまでの AT は AT レベル2以上優遇なんで、おそらく AT レベル2、シサの3かなと予想します。一応、スイカ1回だけしか引いてなかったんですけども、それで行ったのかどうなのか。総投資7本。さあ、始まります。夏季スタート。まだドリフト目状態中だと思いますので AT 中は約60ゲームぐらいドリフト目状態が続きます。通常状態はまあ約120ゲームぐらいと。 AT 中はまあベルナビしてくれるんで、ベルの払い出しでまあ通常時よりは早く消化できるというところでスキースペースピーローンいただきました。来たね、サンダルチャンス近づいてます。予告の白服マコ&サユキ、さあサンダルチャンス、ボールチェリー最低 50% ボーナス引いて、ボーナス引けばエピソードもらえるんですけど、今はおそらくドリフト目状態だと思うんで、ボーナスの抽選がされてないとなると、サンダルチャンス行くにはリリベ共通1万役の 12.5% でオーバースピード行って勝利すればエピソードなんですけど、リリベも成立しません、ドリフト目状態中は。ただリリベと同じ扱いのあのドリフトベルありますんで、ただ目には見えないな。でも今リプレイ成立したんで、ボーナス抽選区間に移行しました。おっとチャンス目がいいね、スイカ。まあこれはもともと勝利抽選に当選してたか、チェリースイカ引いたんでどれかで勝利したか。もし内部的にあの勝利抽選に当選してた場合のさっきのレア役たちはアキナ3ステージのあのゲーム数上乗せ抽選に回ります。黄色は偶数資産。さあ今ボーナス抽選区間に移行しておりますんで、アキナ3ステージ中はドリフト目を引いて展望台に入れる。ちょっと待って、スイカ引きましたね。スイカで上乗せした場合は30ゲーム以上いったか、いきました。30ゲーム以上スイカで300ゲームの振り分けあるとかちょっと分かんないですけど、狙います。最低30、惜しい、ゼロが足らない。リリベは勝利抽選だ。勝利信号のミニカー来たんで、対戦相手が勝利信号の可能性があります。チェリー、あーこれ勝利抽選当選してますね。勝利信号の勝利抽選におそらく当選してると思います。予告入んない。あ、青服マコ&サイキ対応、ただ対戦相手は勝利信号。いい勝利信号矛盾です。これさあもう勝利してると思うんで、ここで引きたいのがボーナス。 OK、おそらく勝利抽選に当選しての V 告知。さあマコ&サユキ勝利信号と来て、裏ボスかこれ。
追加引けば勝利。約72分の1です。まあ、ボーナス引いても勝利なんで。これは危ない。危ない。追加引かないと。裏ボスベルは確か 5% だったと思います。ダイオーラ。ああ、こ、一応パキン。カットイン入った？赤。ノーマル。あと1ゲーム、追加。の337枚黄色黄色黄色ですね。偶数しさです。まあ OK です。 OK、 最初にしてはただちょっと振り分けに負けましたね。多分 AT レベル2だったと思うんですけども、最初はマコンド先出てきてよかったんです。その後承知信号からの裏ボスと、裏ボスはやっぱ裏ボスなんで強いです。6ゲーム遅かった。さあ、まあ状態はおそらく通常なんで、背景は青。青。お、CR にしたらしい。2連続。先もならない。これはない。ない。ないです。ワンチャンコいないか。青背景。おい、当たってしまった。329ゲーム、リプレイの同時当選です。さあ332ゲーム。あ、レジェンドボーナスでした。通常時のこの画面はレジェンドボーナスです。 AD 中は基本的にはこの画面なんですけど、通常時のこの画面はレジェンドボーナス。やりました。いきます。総投資21本。リプレイから追加からだったら白同色なんですけども、まあ、追加引いてないんでリプレイでのレジェンドボーナス。さあレジェンドボーナススコア、このギター音が鳴り終わってのレバー音で新レジェンドラッシュっていうのが1回ありましたんで、ここはいつもギター音鳴り終わってからレバー音します。ノー。フェースケベルは 5%。カットイン一応入りましたが、おい、霊薬引いてるね。太陽薬ついてないんで、スイカチェリーは最低 10%、 チャンス目なら最低 50%、 スイカなんで最低 10% ない。白デフォルト217枚です。さあユリカランプつけばドリフトメカボーナス、ボーナスだったら AT もついてくる。つかない。夏休みのバイトだ。さあ554、550、あ、ちょっと危ない。これでリプレイ同時当選したら間に合わないと思うんですよ。天井圭介、あ、危ない。多分558じゃないかな。次か559。
559まだ560天井ケースでいきます。さあ勝利抽選確か 1% ぐらいあったと思うんで、ケースケは服の色が変わっててほしい、ね、デフォルト相当値30本ぴったりです。やるしかない。リリベ 12.5% でオーバースピード、とりあえず何か弱点薬をつけないと外れで、あ 12.5% 取りました。リプレイ同時当選、さあこの後リリベ引いたら 12.5% で勝利書き換えです。オーバースピード中に勝利すればエピソードなんですけど、とりあえずここは勝たないと。現在ボーナス抽選期間中なので、ボーナス引けば勝利プラスエピソード、やばいまだ負けてる。さあ出る 5% で勝利。はい、チャンスチャンス、いやいやこれ厳しい、カットインなし、ラスト1ゲーム、多分ここのベルも、あベルじゃないリプレイでした。同時当選ないです。34枚、ちょっとやばいですね、ちょっとやばい、少し興味が出る、少し興味が出る、一角を飛べないように一角を狙います。いやいるやん、これ金色、金色ですね。これリーチ目止まるね。522ゲームリプレイの同時当選、一番やっちゃいけないパターンです。今日は一番やっちゃいけないパターンの見本ということで、ただまだまだドラマは詰まってます。パチスロイニシャル D はドラマがたくさん詰まってるんで、ここから何が起こるか分かりません。ワンチャン降格、ブルーハイト、いやー引いちゃうか、いやー引いちゃってるねー。439、赤オーラまだ外したことないです。一角してしまいました。今日は2回目のこのパターンです。赤狙って止まったら発狂しますけども、あっまさかのレジェンドボーナスでした。これですよ、ここから始まります。いやー205枚青。今が、7時19時11分、開店から打ちまして、今日は最終回にふさわしくない回となりました。ちょっとこのまま終わるわけにはいかないんで、最後のリベンジをどこかでしたいと思います。ここで終わります。295ゲーム、総投資が、67本ですね。3082枚マイナスということで、今回のイニシャル P 最終回カッコ仮はこの辺で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。